実験映画の文化を支えながら、自らも数々の映像作品を制作した。特に新編の映像記録をもとにした、日記映画、ダイアリー・フィルムズで知られる。晩年まで母国語のリトアニア語で試作を行い、リトアニアを代表する詩人の一人でもある。リトアニア語では、ヨナス・メカス。ジョナス・メカス1922年、リトアニアのセメニシュ系で少農の家に生まれる。 当時リトアニアは第一次大戦を境に民族意識が高まりリトアニア共和国として悲願の独立を果たしたばかりだった。民族文化を育てるため自国語専門の図書館や劇場などの建設が相次ぎリトアニア語の詩人や作家が熱狂的に支持される空気の中でメカスは幼少期を過ごした。1940年にリトアニアは再び ソ連に編入され、ナチスの侵攻とともに戦火に包まれる。高校生になっていたメカスは、弟と地下活動に身を投じ、イギリスの BBC 放送へ、現地報告を書き送り続けたが、親族の手引きで兄弟ともにウィーンへ脱出する。この党避行の頃からメカスは、詳細な日記をつけ始めている。ウィーン到着の前に、ナチスに捕らえられ、 現在のドイツ北部エルムスホルンにある強制労働キャンプへ収容される。1945年の3月にキャンプを脱出、デンマークに潜伏して避難民の収容所などで暮らした。闘争を続ける中書き継がれた詩が弟の手で英訳され、1948年に出版される。当時国際的な文明を誇っていたチェスワフミオシェや、 ジョン・アッシュベリーによって絶賛され、母国リトアニアでも大きな注目を集めた。この間、メカスはごく短期間マインツ大学で哲学を学んでいる。1949年10月、弟と共に難民戦でアメリカに渡る。ニューヨークのウィリアムズバーグに今日定め、工場勤務の傍ら映画館に通う生活が続いた。 メカスはアメリカに到着後間もなく16ミリカメラを入手しており、試作とともに新編の映像を記録するようになる。1953年の春、自ら主催してアバンギャルド映画の上映会を開始。ここに集まった愛好者とともに1955年にはフィルムカルチャー史を創刊する。フィルムカルチャーは、 当時黄金期を迎えていたハリウッド映画とは異なる映像文化を目指すと歌い、ルドルフ・アルンハイムやジーク・フリート・クラカウアーなど当時第一戦の映画研究者、評論家が寄稿した。後に、米国を代表する映画評論家となるアンドリュー・サリスの他多くの映画監督も参加し、フィルムカルチャーは次第にニューヨークにおけるアバンギャルド映画、 実験映画の拠点とみなされるようになった。また1960年、メカスは独自にアバンギャルド映画の配給を行う団体を設立している。この頃ニューヨークを中心とするハリウッド映画への入り申したての動きは様々な実験映画に結実し、シャーリー・クラーク、ザ・コネクションやロバート・フランクとアルフレッド・レスリー、プルマイ・デイジーといった収が作られた。 そうした動きの中で1961年、メカスは最初の映画、木々の宝刀を完成させている。アバンギャルド映画の上映、保存のためメカスが設立したアンソロジーフィルムアーカイブスの現在の建物。メカスは60年代初め、二つの事件をきっかけに、米国社会で大きな注目を集めるようになる。一つは1963年5月に、劇場、 リビングシアターで起きた事件で、ここで上演されていた前衛的な演目を不満に思った劇場主が上演期間中に劇場を閉鎖、反発したダンサーが封鎖を破って上演を強行し逮捕されたという事件である。メカスは封鎖された劇場での一部始終を撮影して映画、映像にまとめ、これが同年のベニス映画祭ドキュメンタリー部門で大賞を受賞するのである。 二つ目は、翌1964年に起きたジャック・スミスの映画、燃え上がる、生物上映禁止事件である。メカスはこの作品を絶賛し、自ら映画館を探して、上映にこぎつけるが、この作品には当時としては、異例の性的な表現が含まれていたため、上映会場で、メカスが他の関係者と共に逮捕される。ほぼ同時期、ジャン・ジュネの愛の歌上映でも、 同様に逮捕されている。メカスの逮捕騒動は一般メディアでも広く報道され、表現の自由と検閲の合理性をめぐって大きな議論を呼んだ。二つの事件はアバンギャルド作品を守り、上映場所を独自に確保することの必要性を作家たちに再確認をさせることとなった。メカスは1970年に自らも映画作家である。 ジェロームヒルの資金援助を得て、アンソロジーフィルムアーカイブスの活動を開始する。これは、エッセンシャルシネマと銘打って、世界の重要な映画をリストアップし、独自にフィルムを修復、保存する活動で、アバンギャルド映画を自由に上映するための映画館も確保した。こうした活動を通じてメカスは、全英アート界の著名人となり、アンディオンホルやアレン・ギンズバーグ、 フルクサスのジョージ・マチューナスなどのアーティストとの交流が常に注目を集めるようになった。2007年、母国リトアニアでメカス芸術センター設立。2013年にはアメリカ芸術科学アカデミー組賞を受賞している。メカスの最も長い作品は2000年に公開した映画、私は前に進んでいる時わずかに美しさのかけらを見ることがあったで。 過去30年間に及ぶ新編記録を元にしている。これがメカス最後の16ミリ作品となり、以後メカスはビデオカメラやスマートフォンなど様々な新しい装置を使いながら裁判年になるまで新編の映像を記録し続けた。この他、ウォールデン、ロストロストロスト、何もかも失われて1976や母国への帰郷を記録した リトアニアへの旅の強く、1972などが高く評価されている。2019年1月23日にニューヨークで死去した。去年96。メカスは十数分の商品から5時間長の長編まで多数の作品を残し、公開スタイルも映画館での上映から古典でのインスタレーションまで様々だった。ありがとうございます。